2145回始めます、1月15日月曜日入ったところですね。本当に風邪ひいて調子悪いすいません、本当に咳がね、これね抑えようがないんですよ、うん、あ、今日からあの日本のアジアカップ始まりました。さっきベトナム戦やってましたよ。勝ちました、よかった。本当ね、1時2時でねリードされてましたから、どうなることやると思ったんですけど、アジアカップはねこれね燃えるんですよ、サッカー好き、うん、日本代表、サッカーの日本代表にとって大事なのはもちろんワールドカップっていうね4年に一度の大会あるんですけど、それが一つ、あとその次に大事なのがこのアジアカップなんですよ。これがもう本当アジアナンバーワンを決める、うん、大会、これまた4年に一度、過去4度優勝日本ね、あの1位ですよ、1位。だからアジアの名手を決めるこのアジアカップ、これがね、ワールドカップよりもある意味盛り上がるんですよね。南米だったら南米選手権とか、ヨーロッパだったらユーロとかね、うん、やっぱりね、ワールドカップも大事だけど、この地区、この地区ではうちが名手だぜっていうのを決めるこの大会、これが盛り上がるんですよ。この今回ね、対戦したベトナムなんかも、まあこのアジアカップっていうの他に東南アジア選手権っていうのがあって、ね、ASEAN 各国が戦うんですけど、これがまたね ASEAN 各国で盛り上がるんですよね、異常なほどに。暴動とか起こって、確かインドネシアだからですね、150人だからね亡くなったことありましたね、つい最近も、うん、数年前ですよ。それぐらい盛り上がるんですよね、うん、この地域の大会っていうのは。まあまあまあ、ちょっと問いました。はい。今回、うん、まあね、風邪ひいてて申し訳ない、本当に。なんとかね、この、チャンネルね、切らさないように今日、もう無理して頑張ってます。うん。読売新聞、さいたま市は11日、暴力行為を受けた男性被害者の住所が記載された戸籍付き、記載された、うん、暴力行為を受けた男性被害者の住所が記載された写しを誤って男性加害者に交付したと。被害者は事前に加害者の閲覧を制限するよう申請していたが、このミスで転居を余儀なくされたっていうことですね。去年10月27日、加害者が帰宅役所を訪れて、さいたま市帰宅役所を訪れて、写しの交付を請求し、窓口業務担当していた委託業者が応じたと。市によると、端末には警告メッセージが表示されていたが、業者が市職員への確認を怠ったと。直後に誤交付が判明し、市は同日中に被害者に謝罪し、一緒に警察署を訪れて、巡回強化などを依頼したと。転居に伴う費用と、今年度末までの転居先の家賃は、委託業者が負担したということで。まあ、これ、あれか。まあ、男性同士なんだね。まあ、ある男性がある男性から、A さんっていうね、男性が B さんっていう男性から暴力行為を受けていたと。で、この被害に遭ってた A さんっていう男性がね、うん、その人の、住所が記載された戸籍不評っていうのかな。まあまあまあ、要は、まあ、住所が載ってるものね、うん、住所が載ってるものの写しを誤ってその加害者である B さんに交付したと。まあこれその B さんがこの区役所を訪れてその A さんの住所の写ってるものの交付を請求し、
そんでやっぱ本人じゃなくてもこれまあちょっとどういう書類なのかわかんない。これね、戸籍付き表ってなってるんですよ。戸籍付き表の写しってなってるんだけど、うん、住民票じゃないし、まあ戸籍みたいなもんなのかな、うん、戸籍謄本とかそういうもんなのかな。これやっぱ他人でも請求できんのかね。まあこの辺ちょっとわかんないな私。うん、だけど A さんがあの暴力行為を受けてたから B さんには交付しないようにというふうにもともと言ってたんだけども、あの市もこれ今、うん、これだからいろんな問題があるんだよね、うん、窓口業務をあの埼玉市でこれ委託業者に委託してるんだから、今そういう世の中ですよね、うん、まあ役所とかもね、まあ、役所に行って窓口に座ってる人は、ね、埼玉市だったら埼玉市の職員かと思いきや全然別の業者だったりするみたいな話なんですよね。だからこれね、複雑、いろんな問題、いわゆるあのなんだ格差問題とかね、あるね、なんていうのかな、役所内でも、うん、正規の公務員と非正規の公務員がいるみたいなね、うん、あとこうやって窓口業務を外部に委託してる、ね、外からは一見わからないけど、っていう問題もあるし、あとこの、ね、全く赤の他人の B さんが A さんの戸籍の写しを見ようと思ったら請求したら見れちゃうみたいな、そういうのも問題もあるし、うん、あと被害を訴えたね A さんがね、今暴力行為 B さんから暴力受けてるから B さんが自分のね居所、例えば住民票とか戸籍とか請求しても出さないようにって依頼したのに、こうやってね市側の、うん、連絡の不徹底で漏れてしまって、うん、それによってこの A さん引っ越し余儀なくされてるみたいだからね、うん、その費用とか転居に伴う費用とかね、やっぱ役所側が、うん、まあ委託業者側ってなってるけど負担したっていうことにもなってるみたいで、まあまあまあいろんな問題がこれね絡み合ってるなと思いますよ、うん、個人情報ねこうやって意外に簡単にね第三者でも閲覧できちゃうっていうね恐ろしい、私この辺ちょっとよくわかんないけどね、ちょっとやりましたね、はい。まあまあまあ役所はねやっぱりね、うん、全員まあまあまあね、まあ人件費のかかるお金、人件費もかかる話でもあるんでね、一概に言えないけど、やっぱりまあ外部から見たらね、役所の人間はみんな公務員かと思うからね、うん、いろんな問題、いくつかの問題これ絡まってるねこれね本当に、はい、ちょっと頭も回んないんで、もうすいません、うん、こういうことありましたっていうことでね、うん、それだけ。お話しました。暴力行為を受けていた被害者の住所がその加害者側に知らせてしまったとね、埼玉市がそういうミスがあったということだけお伝えします。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。